こんにちは。はい。阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです。はい。今日もご覧いただきありがとうございます。さあ、今日も沼津りえの美味しいレシピダイエット編。今日はね、と、あら。思ったら、おっとちゃんチャレンジ。久しぶりです。おっとちゃんチャレンジ。と、はい。大根たちの、大根たちの、たちのミルフィーユ蒸し。ああ。あの前回の。前回のミルフィーユ蒸しをさらに進化させたバージョン。誰多分動画見返してみると俺でもできそうだなって言ってたな。あのキーワードが私に残っててね、おとちゃんの大好きな豚バラだったら包丁も使わずにいいんじゃないかなと。豚バラでやりたいと思います。いい、まあ、簡単だから、うん、でもあれとあれをちょっとチェンジしてみたのよ。あれがあれ、こうやってこうじゃあどうぞどうぞ。はい、では豚バラに、はい、まず塩コショウ。はい、あ、このままでいいですか。もうこのままこのまま、うん、もう今日は包丁いいかなと思って。嫌でしょ肉切るの。はい、塩どのぐらい入れていいですか。結構これ 150g って書いてあったから、まあ小さじ4分の1ぐらいになるような感じ。あ、いいんじゃないですかね。はい、はい、で胡椒ですね。胡椒も、はい、最高じゃない。簡単。うん、うん、はい、じゃちょっとなんか裏返したりして、あの塩胡椒がかかってないところ。これはいらないよと、うん、はい、どうしてですか。結構塩たっぷりしたから軽く塩コショウで。今度は軽くですね。今度は軽くに、はい、はい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 、はい、そしたらもう覚えてます。ちょっとまあそのまま置いときましょう。はい、これ置いといて、はい、で、もう覚えてますね。はい、覚えてます。今日はグレードアップ、大根だけじゃないよ、はい、人参もありましたから、はい、うん、ピーピーやってください、はい、好きなだけ。これ洗ってしっかり洗いました、はい、好きなだけピー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 、はい、楽しい、うん、気が楽だねこれ。もうこれ、うん、なんかこれ最高。おっとちゃんチャレンジに最適なレシピだった ね、これなんかやりたいと思ったんだよね、見た瞬間に。鶏肉はね、ちょっとやっぱ切らないとさすがにね、嫌だから、うん、この豚バラは程よいとこまで。このぐらいでまずしょっぱなはどうですか。はい、はい、やっぱりグレードアップだから人参も冷蔵庫に入りましたよ。よく洗った人参を。あのね、ポイントはね、人参の方が細いピーラーかけてみたから、ちょっと回転を早くすると細くなる。人参って色が濃いから同じとこだけ同じピーラーするとどんどん太くなるでしょ、幅が。ああ、そうか、そうか。だからくるくる早めに回した方が細くなる。ああ、そうか、尖ってるとこ、こうやって尖ってるから細くなるってわけですね。そういう方がこう見た目がバランスがいい、うん、いいんじゃないですかね、人参多めで。はい、はい、次、まあ、豚バラをちょっとこっちに持ってきて。これピーラーで剥いてる間しか塩コショウしてない、して置いてないですよね、うん。うん、そうそう。そんなもんでいいんですね。本当。長いね。いや、これがいいじゃないですか。なんかお好み焼きっぽくて。男の料理って感じ。うん、あ、お好み焼きね、そうね。それ 150g のパックだったから、うん、まあ半分ぐらい。食べ応えありそう。本当。うん、美味しいよね豚バラ。で3枚ぐらいですか。どう？何枚入ってんの？なんか間、あ、そう、どっちでもいいよ。あと4枚入ってます。おとちゃんの好きな方に。はい、じゃあこれで、はい、でまたこれ、はい、はい、見ます。どうした、楽しそうだね。なんか楽しいですね。はい、人参。ピーラー意外と難しいのよ。お父ちゃん上手いよ。なんか手つきが。え、意外と難しいんですか。意外と難しいと思われますよ。同じ幅だし。いい。回転の仕方がうまいね。うん、左手で巧みにくるくる回してるよ。いいんじゃないですかね、もうそれは。はい、はい。あら、美味しそう。彩りも素敵。本当ですね。はい。で、最後に。もう人参は上に乗せる感じで。いいと思う、いいです、はい、で豚バラを最後にちょっと
綺麗にのせる。はい、豪華。これ国産のね豚肉買ってきましたよ。おとちゃんが買い物行ったんですよね、はい、沖縄のね豚です。これ最高じゃない。この国産の沖縄の豚好きなんですね。美味しいんですよ。あ、沖縄の豚肉ってね、いや豚肉って本当味がねそのものによって違うので、で私が偉そうに言うのも変ですけどね、はい、いやいやいや目利きの達人じゃないの。いやとんでもない。はい、これどうですか。え、全部乗せましょうよ。こうやって豚肉重なっちゃってもいいですか。うん、はい、全然。はい、できました。じゃあ火をつけましょうかね。はい、あ、そう、ちょっとガス台これちょっと待って。はい、ではもうあとはね火をつけるだけ、はい、で前回はごま油だったじゃん。そうだ、今回はちょっとごま油ももちろん美味しいけど、せっかくおとちゃんシリーズだから、うん、ちょっと油を変えてみたいなと思って、はいはい、ちょっといいオリーブオイルを。これですね、はい、どっちがいい。オリーブオイルでいい。じゃあ今日は違う、せっかくだから違うものでやってみたい。そうだから皆さんお好みの油をね、大さじでも、ごめんね、はい、胸肉よりも豚バラの方が油が多いから胸肉の時より気持ち少なめ、はい、向こうはね大さじ1入れたけど小さじ1、ね、うん、はい、いい感じです。どうした、終わりですか、はい、で蓋をします、はい、火をつけます、はい、今強火です。はい、蓋が曇ってくるまで待ちますよ。はい、今回も水も入れません。そうですね、塩コショウと、そこがねいいんですよ。水の分量とか覚えるのが結構大変ですよね。あ、なるほどね。なんとなく、うん、これ何も入れないでいいでしょ。塩コショウ好きなだけ入れて、好きなだけ入れてね、うん、野菜も好きなだけね。そうそうそう、ピーピーやって、あ、ちょっとジューッとして、この蓋がどうですか。ちょっと、はい、今こんな感じです。お、いい感じ、はい、中弱火ぐらい。中弱火、はい、どうですか。はい、いいですか。いいね、はい、はい、豚肉に火が通るまで火を入れていきます。はい、はい、今5、6分かな。はい、そうです。もういい感じで、ちょっと開けてみてもらっていいですか。はい、開けてみましょう。はい、うわー、美味しそう。私これ使う、こうやって使わせてるのかな。おー、また鶏肉と違って油がツヤツヤして美味しそう。そうですね、はー。じゃあ最後に私のリクエストで追い胡椒とオリーブオイルしてもらっていいですかね。はい、はい、なんか人参が透けてるから赤く見えちゃう。ちゃんと火は通ってます。あ、そうなんですね。軽くね、オリーブオイル、ほんとちょっとよ、油がいっぱいだから。豚バラ緊張する。あ、いい色ね、でもね。うん、そう、じゃあ胡椒たっぷりお願いします。あ、私なんか好きなのかけたい。僕はあのピンクペッパー好きなんで。あ、見ようよ。あ、少ないの。フォアブル、フォアブル、フォアブルロール。はい、どうぞ。これいい。私の大好きなフォアブルロール。ピンクペッパーですね、通称。あ、おしゃれ。はい。じゃあ完成です。火を止めて盛り付け。すごいできた。はい、完成しました。すごい。盛り付けましょう、はい、そのままスライドさせるように、スライドさせるようにできるかな。こっちかな、こうか。お、いい感じ。シュシュシュ、おお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 、すんなりいきましたね。はい、おいしそう。うん、すごいね。うわー、迫力あんな。なんかオレンジが入ってるから前回の大根だけよりも華やかですよ。華やかですね、うん、うん、うわー、すごい。じゃあこちらに皆さんに見せていただいて、はい、完成しました。完成しました。胡椒いっぱいの、あ、これね。すごーい。はい、完成しました。はい、味見していきます。いいねー。あ、長いから。ちょっと巻いちゃおうかな、こうね。いいアイディア。包丁で切らなかったからこそ。食べやすそう、こうしてやったら。こうやって取れるのね。うん。いただきます。いただきます。
食べでも、まあいいや、で食べにくいね。うん、うん、人参の甘いこと、うん、めっちゃおいしい。豚肉と油が、今妻が言いました、今言いましたけど、うん、人参めっちゃくちゃ甘いですよ。びっくりするほど甘いね、うん、今日の大根甘い、うん、前回の夜、うん、めっちゃうまい、うん、肉もこんなにね、臭み全くなくて、美味しく食べられるんだね。うん、美味しいなぁ。本当に。でさ、ごま油の時と違って、また香りがさ、うんうん、いいね、うん。オリーブオイル。うん。ちょっと良さげなオリーブオイルを使うと、香りが豊か、うん。ピンクペッパーもいいじゃない、これいい仕事してる。これ、人参プラスしたの大正解ね。うん、これも栄養満点一皿ですよ。うん。本当に。だって豚肉と大根と人参ですよ、うん、塩加減も上手、本当美味しい、おっとちゃん、うん、うん、いやー美味しかった、はい、というわけで、おっとちゃんすごい、おっとチャレンジありがとうございました。あー美味しかった、ありがとうございます。オリーブオイルもいい、いい仕事してました。豚肉もいい、いい元気になった、はい、ビタミンたっぷり、冬を乗り切りましょう。ぜひ作ってください。はい。阿佐ヶ谷夫婦チャンネルでした。それではまた明日。またチャレンジすんの？またやりますよ。簡単な料理だけどね。